皆さんこんにちは、えー、それでは2020年、えー、ここが出たマンション管理士本試験解答速報、えー、そこの、えー、標準管理規約、えー、そして適正化法を担当いたしますレクセン2講師の太田ですよろしくお願いいたします、えー、まずは皆さん、えー、本年度のマンション管理士試験、えー、受験お疲れ様でしたまあ手応えのほどはどうでしたでしょうか まず今回のマンション管理士の試験ですが、まあ、全体的な私自身の公表とあと分野別の公表をした上で今回担当いたします標準管理規約そしてマンション管理適正化法をどんな問題が出てきたのかその傾向などをお話ししていく予定であります。まずあの今回ののマンンション管理士の試験ですけども、まあ、昨年 あるいは一昨年の問題と比べて、まあ、難易度が上がったんじゃないかと個人的に思います。まあ、特にあの建築設備系は例年。 難解な問題が多く被災されていますまあ、これに関しては今年度も同様の傾向にあったんじゃないかなと思いますただまあ過去問などで繰り返し被災されているものとかあるいは過去に被災されたものなども被災されてますからまあそういうところからしっかりと得点がまできていればいいんじゃないかなと思いますただあの法令系それからあとはま標準管理規約あるいは その他の法令などに関してはやはり問題の難易度が上がってるんじゃないかと思いますまあ、会計系に関してもまあ、これまでの単純な仕分けの問題とは言えずまあ、ちょっと考えないとですね間違えちゃいそうな問題も出題されてましたねまあ、その点では全体的には、まあ、例年に比べて難易度が上がった えすなわち、まあ、ここでは明確な合格点はわかりませんが、まあ、少なくとも個人的にはえ昨年よりはは合格点が下が下ると予想します、はいそしてあとはあの法令系なんですがまあいわゆる民法ですとか区分所有法ですよね。まあ、一番注目されたのは民法の改正部分の取材です。で えー、マンション管理士の問題、今年度、その改正部分から主催されたんですが、まあ、正直言って、まあ、予想通り改正、えー、ここが改正部分として主催されるなと予想していたものも主催されていたんですけども、まあ、逆に、改正された部分であこういう改正部分を主催してくるんだと思うものもありました。えーまあ、例を挙げるとですね、えー、民法の、まあ、いわゆる従前の貸し担保責任 名前が変わって、まあ、契約不適合責任などというふうに名称変わって内容も変わってますが、まあ、それは主催されてくるんじゃないかとその改正の候補の一つだったわけですね、まあ、それは主催されてきたとただそれ以外にですね、えー、保証の問題なんですが、まあ、いわゆる情報提供に関係するものとかあとは配偶者居住権 まあ正直言って今年度この改正部分がいきなり今紹介したものが主催されるっていうのはなかなか予想しづらかったのでまあ多くの受験生はそこまで学習進んでいなかった方が結構いらっしゃると思うんですね。まあ、その点から関して言えば、まあ 得点はなかなかかかしづらかった問題だと言えます。そしてそのほかも区分所有法の問題なども、まあ、単に条文だけ上がってそれが分かっていれば答えが出せるというよりは、えー、一段上の問題で応用的な問題なのでその条文の解釈もしていかなきゃいけないという問題もちらちらエッされてきたように思われます。まあ、もちろんあの条文しっかりと、 理解して記憶しとけば得点できる問題も当然出てはいたんですけども、まあ、そういった今ご紹介した応用的な問題も例年よりも多く被災されてきておりまた難難度もも解なものだと個人的には思いますそれからあとは標準管理規約などの問題なんですが、まあ、これ後でもう少し詳述いたします。これもやっぱり 今まではその条文規定そのものが被災されてきて正しいか間違えてるかという問題があったんですが、えー、これもやっぱり少し考えを、えー、じっくりと考えて応用的なものがないと、えー、正解がうまく出せないんじゃないかなという問題も、えー、目立ったように思います。なので、まあ、法令系は全般的に難解な問題があったとあとその他に、えー、被災マンション法とか区分うんと不動産投機法ですね えそれから、えー、マンション建て替え円滑化法などもあったんですが、まあ、正直言って被災マンション法とかですね、えー、と不動産登記法などはなかなかこう正解がズバリと出せる問題じゃなかったんじゃないかと思います、まあ、不動産登記法に関してはもう一般の受験生が知っているレベルを超えてると個人的には思っていますあとはあの設備系に関しては、えー、やはり例年何回 な問題が多く出題されており、まあ今年度もそういった問題が見受けられます。ただ、まあ逆に設備系に関しては、まあこれまでしっかりと出題、えー、された問題の、えー、学習をしている方ですとか、まああとは常識的な範囲内で、えー、正解が出せる問題が、まあ例年よりはやや多かったかなという気がします。だからいつもまあ設備系難しいんですけども、まあ例に比べればまあやや えー、難易度が下が下ったのかもしれません、まあこれはあくまでも私の個人的な印象にすぎませんので、まあ、具体的な正解受験された皆さんのデータっていうのはこの段階ではまだ分かりませんが、まあ、そんな印象を受けてると。あとはあ適正化法なんですけども、えー、今回管理業務主任者合格して5問免除の 適用を受けて受験されてない方はちょっと厳しかったと、えー、なぜならば適正化法例年5問出てくるんですがそのうちの4つがコス当ての問題なんですね、えー、コス当ての問題は四子択一の問題と違ってやっぱりどうしても一つでも迷いがあって、えー、しまうと正解を絞りきれませんからまあ、その点では正解率が、えー、落ちるまあ、正解しにくいと言っていいと思うんですねでそれが5問中4問ですから 全く今回管理業務支任者の合格をして誤問免除の適用を受けてない方は正直言ってちょっと厳しい状況だったんじゃないかと思います。まあ、もちろんそれで正解してもらえればいいんですが問題としてはどうだったかあの一つ一つは決して難しくはないんですけども、まあ、それでもちょっと細かい知識とか、えー、まあ 細かい引っ掛けそこに気がつかないとうまく正解が出せないそれがまた個数当てになってるのでちょっと難解だったんじゃないかなという思いをしておりますはいまあ以上のようにですね全体的には難易度が例年特に昨年とか一昨年に比べれば 難易度はは今回の問題は少なくとしたがって合格点が具体的に何点になるかわかりませんが個人的には例年の合格ラインよりも下がってくるものと予想しております。はいであとは標準管理規約とそれから適正化法の問題ですね。ここの 傾向とかですねあと視点などを紹介していきますまずあの標準管理規約なんですけども問いの25番目から始まりますね、えー、問題自体はまあ、皆さんお持ちになっていると思うのでそちらを参照してくださいまたここで皆さんに、えー、正解と思われる番号はまあ、後日変更する場合がありますのでその点はご了承お願いいたしますはいで問いの25番目のところなんですけどこれ えー、私問題見たときに最初正解を見つけるのがちょっと時間かかりました何度か読み直さないと正解が見つからなかったという問題ですねあの規定自体は今までもちろん何度か見たことがあるんですが、えー、まあ、全般的には言えるんですけどもこの文言が間違いだということに気がつきにくい問題が多かったように思えます でこの25番目は3番目が、えー、適切でないんですでどこが適切ないでないかというとこの遵守させる旨のの約書の提出ですでこれ誰がその誓約書を提出するのかこれ占有者であるる賃借人が自ら提出するだからその占有者に占有部分を賃貸している組合員である区分所有者じゃないんですね。 でそこが間違いですただ一見読むと間違いが見つけづらいですよねえ今回の問題はまあここだけに限らないんですけどもそういう問題が比較的目立ったように思いますはいえそれからあと26番目ですねこれ団地型の問題でお金に関係するものですこれは しっっかりととと知識を持ってなないいい正解出せないと思いますただ、まあ、団地型とかですね複合用途型って、まあ、どうしても学習手薄になってきたりとかするので、えー、その部分ではしっかりと学習してないと正解が見つけられない、まあ、特に団地型に関しては、まあ、全体、えー、全体というか管理費の、えー、管理費は修繕積立て金というのは、まあ、分かれてるわけですね。えー、団地のの管理費修繕積立て金で各党の 管理費修繕積立て金でそのお金のやり取り規定がどうなってるのかっていうのはちょっとややこしいんですよね、えー、なのでそういう点でしっかりと整理できてないとうまく答えが見つけられなかったと言っていいです、まあ、正直言ってあんまり出してほしくないところが出されてると、まあ、当然問題出す方もそれが分かってて出してるんだろうと思うんですが、まあ、あえてそこをしっかりと出してきたという感じがしますよね。ここは実力の差がついいた問題だと思います せあと二十七番目えー、これコス当ての問題となっているんですが管理費修繕積立て金の問題ですこれはさすがにコス当て問題になってはいるんですが、えー、正解はしっかりと出してもらいたい問題だったですねまあこれまでも、えー、このお金に関係するものは何度か被災されてきていますのでまあ正直言って個人的にコス当て問題になってますけど正解はしてもらえる問題っていうかしてもらわないといけない問題だったと思います はい、そしてあとは28番目の問題です。えー、この28番目の問題もまあ、あの？少し細かい点を聞いてたりとか、あとは応用が多少、えー、必要なのかなという気はします。まあ、例えばですね。あの1番目の問題ですよね。これ区分所有者が亡くなった場合に。 まあ相続人がいれば相続が発生するわけですが、まあ、この時点で区分所有者変わってくるわけです。ということはもうこの段階で区分所有者が変わったっていうわけですから、まあ、その届け出をしてもらう必要があるわけですね。まあ、そういうい応用的な問題 区分所有者が変わりましたすなわち組合員が変わりましたっていった時はその旨の届け出を組合にしなきゃいけないんですけども、まあ、その条文そのまま載っていれば丸伐はすぐ付けられると思うんですけどもそうじゃないんですよね、えー、こんなふうに事例的な問題で、えー、その標準管理規約の規定を当てはめていくっていうわけですから、まあ、その点では応用をかかしていいいいななきゃいけない問題だだったんだと思いますあとはまあ今回やっぱり全般的にやることなんですが間違えているものが あたかも間違えてないように見せかけて被災されてるんですよね、えー、例えばあのこんな規定がないにもかかわらずそんな規定がないにもかかわらずこんな規定になってますよねという問題がちょっと目につきましたよね、えー、なのでそういう問題ってもうしっかりと、えー、条文なら条文を記憶してないと引っかかっちゃいます、えー、自分が覚えてないだけで実際はそういう問題、えー、そういう条文規定ってあったんじゃないかなと そううう思いい始めててししまままともう正解が見つけにくくなってしまいますよね。え二、ー、28番目の2番目とかもそうで、えー、と組合名簿の閲覧請求があったときに改めて組合員全員の同意を得るまでの間その閲覧を拒否することができる全員の同意を得られ,得られるまで、えー、組合名簿は見せられませんという規定になってるんですよね。そういう問い方してるんですが、まあ、一見するとそうとも考えられますよね。 えー、そしてまた、えー、標準仮規約規定をしっかりと、まあ、理解した上で記憶してないともしかしたらそんな規定があったかもしれないそう思ってしまうと答えがうまく見つけられない、えー、そんな、えー、問題が今年は多かったんじゃないかなという気がしておりますあと29番目は、えー、総会の議長です、えー、これもしっかりと条文規定理解しておけばまた記憶しておけばできるんですがまたこれももっともらしくこんな規定になってますよね という問題になっていますからまあ、答えが見つけにくいと言っていいですまあ、正解は現在のところ29は3番目と考えているんですけども、うん、まあその他のところもしっかりとこの部分が間違いなんじゃないかって気がつかないと答えが絞りにくかったと言っていいですそれから30番目のところですね、えー、書類等の閲覧請求まあ、これはコス当て問題となっているんですがあの何に 理由が必要で、何に理由が必要じゃないのかっていうことです。あの理由を必要としないで閲覧請求ができるのは総会理事会の議事録。それから規約使用催促。えー、これは、特に理由いらないわけです。ただ、それ以外の、例えば。あの、会計に関する帳簿だとか、組合名簿だとか、まあ、そういうものは基本的に。理由を付した書面を必要としましたね。まあ、それが分かっていれば、答えを出せるんですが。 ちょっとここもあやふやだと正解をうまく出せませんね。それからあと三十一番目の問題、三十一番目もこれもま、えー、また同じなんですが最もらしいことが書いてあるのでまあ一見するとどれも正解に、えー、正解というか正しい適切なものと思われがちの問題なんですね。まあ現時点では三十一番目は二と二、えー、が適切でない。これ区分所有法の 五十九条の規定に基づく競売請求は集会の特別決議が必要です。えー、それを理事会の、えー、理事あごめんなさい理事の全員の同意えればできるんだと書いてありますが、まあ全然要件が満たされていませんよね。まあ言われればあそうだったってわかるんですが、言われないと迷ってしまうような問題になっていますよね。はいそれからあと三十二番目の問題です。まあ区分所有法との複合的な問題なんですが、まあいわゆる あの総会を開催せずにえ書面または電池的方法によって決議するという規定ですよねでこの書面等による決議に関してもまあ、条文通り出てるわけじゃなくてまた事例的な問題にして主催されているのでやはり条文の 記憶だけでなく、まあ、どういう意味なのかっていうこともしっかりわからないとうまく正解を見つけられなかった問題だと思われます。まあ、32は現時点の段階で、まあ、適切ないものは2、まあ、ぜえ組合員のえ全ての組合員の賛成が必要だって書いてありますが、まあ、そういうわけではないってことですね。はい、それからあと33番目理事会の上。 この理事会の上の問題に関しては個数あてで、まあ、正直言ってちょっとなかなか現時点では成果を絞り切れていない状況です。えまた確定をしたならば随時皆さんにあのインターネット上で見れるようにしていきますが、まあ、これもちょっと言葉尻を見ると、まあ 適切なようにも見えるし、不適切なようにも見えるんですね。また子育てですから、正解を絞るのがなかなか難しかったという問題になっています。はい、そして、あとは。えー、問題移りまして、マンション管理適正化法ですね。まあ、冒頭でも申し上げたように、え五、ー、問中四問が子育て問題ですから。え五、ー、問免除の適用がなく、受験された方は、ちょっと状況的には厳しかったんじゃないかなと思います。で、四十六番目は、まあ、素直に考えれば。 えー、答えを出せると思います右、えー、のところは、えー、マンション管理業者事故の名義を持って他人にマンション管理業を営ませることができるとありますがもちろんダメに決まってますよねまあ、それはすぐに気がつくと思うんですが他のあいえのところしっかりとした記憶がないとやっぱり答え迷ってしまう問題でしたそれから2、えー、47番目です、えー、これもまた応用が効いている問題だと思うんですねまあ、いわゆるマンション と呼ばれているものの定義、えー、区分所有者が2人以上います、えー、そして専有部分の1つが居住用の、えー、ものになっている、まあ、これを最低満たしとおかないといけませんねで、その建物は当然マンションになるんですが建物が建っている土地付属施設なども、えー、そのマンションに含まれましたよね、えー、それがしっかりと分かっているただその定義が分かっていてもですね今回のこの47番目は 例えば足の一番目見ていただくと「作りがこうだったらマンションに該当しませんよね」という問題になってたりとかあと3番目も「えー、長期間空き巣になっている場合はマンションに該当しませんよね」。こんなふうにして今まで、えー、私の記憶ではこう作りがこうだからマンションに当たるとか当たらないとか長い間 え空室になってるからマンションに当たるとか当たらないとかまあそういう問題ってちょっと正直近年少なくとも近年伝えされてないと思うんですねだからその辺がこうえしっかりと理解してないと揺さぶられてしまい正解が見つけられない問題になっていると、まあ、その点ではえ練られてきてるのかなと思います。まあ、気がつけばそんなん関係ないでしょって言われればあそうだよねってすぐ分かるんですが本試験受けてる時は誰も教えてくれませんからそれに気が付かないとえ答えを 探し出すまで時間がかかったり、まあ、場合によってはえ答えを見つけるまでに至らないということになっちゃうと思うんです。はい、そしてあと48番目のところですね、えー、これもあの条文通りなんですけども、やっぱり個数当てだったりね。えっ、ー、とに数,字数字が入ってたりとかするんで、意外に正解を見つけるのは難しかったかもしれませんね。それから、49番目のマンション管理適正化指針も同様で。 まあ現時点では49番目すべ、えー、て適切と考えてるんですが何かおかしいところがあるんじゃないかと疑い出してしまうと、えー、これがおかしいんじゃないかということで不適切と考えてしまいそうな問題なので、まあ、正直言って問題自体の内容は難しくないんですが正解がうまく出せるかとい言ったらまた別で意外に正解がしづらかったんじゃないかと思います、えー、そしてあと最後の50番目 現時点では正しいものは3つで問題なの「う」のところの「括弧書き」ですね「えー、水筒なるに「マンション」「括弧」「専用部分」を含むところがうーん何でしょう「流し読み」とかですねその「括弧書き」をしっかり読んでないと「丸とかしてしまう、えー、今回本当にそういう言葉一つ、えー 変えてそれれに気がががつかなないいいと正解が見つけられないっていう問題が、まあ、例年よよりも多かったように思えるんですね。はいえー、以上皆さんに、えー、紹介してきた問題だったんですが皆さんの出来、まあ、具合はどうだったでしょうか、まあ。本試験まで合格点は分かりませんが、まあ、もう一度、えー、皆さん今回受験されてきた問題の中身を見ていただいていま、えー、一度検討していただくといいんじゃないかと思います。 はい、以上をもちまして2020年、ここが出たマンション管理え、本試験解答速報のマンション管理適正化法とそれから標準管理規約ですねこちらの解説を終了いたします。お疲れ様でした